はい、こんにちは、流星です。世の中の矛盾不条理ねについて話をしたいと思います。で、まあ、今原発の処理水、まあ、汚染水なんですけどね。で、まあ、話題になってて、で、まあ、原発ってそもそも危険なものをなんであれだけ原発村のやつらとか政府は進めるのっていう。で、放射能漏れたら下手したらそこの土地に100年以上住めないっていうことがもう分かってるはずなのに、あるいは原発村の御用学者たちは我々よりも詳しいはずなんですよね。もちろんどこどこ大学の何々学部を出てるから詳しいはずなんですよ。で、ウランの半減期知ってますか？ウランの半減期って45億年らしいですよ。とか2万4000年とかね、半分が2万4000年かかるんですよ。その放射線がなくなるまで何万年もかかったりとか、あるいはこれ多分太陽系がなくなるまで放射線が出続けるやつもありますよ。ウランなんか45億年だから、地球が誕生して今までの時間でやっと半分しか減らないんですよ。バカバカしい。そんなものを、いや、漏れないとしてもね、たとえ 0.00001% 漏れないよって言ったってさ、もし漏れたらどうすんのって話よ。で、実際漏れてるじゃないですか。で、世界でもチェルノブイリとか、アメリカだったらスリーマイルとか、まあ、日本の原発も今まで何回も、まあ、地震大国だから地震が起きて、柏崎原発とかもうメルトダウン寸前まで行ったんでしょ。冷却水が漏れたりとかね。で、あとモンジュとか関西電力とか、まあ停止になったりとかね、うまく高速増殖炉がうまくいかなかったりとかで、分かっていてやってるわけでしょ。まあお金儲けのためなんですけど、あとプルトニウムを作れるので、まあ日本は50トンぐらい作ってるんですよね。で、世界で5位ぐらいかな。長崎原爆に使った材料のプルトニウムを作ってるんですよ。だからそれが目的でしょ。で、核武装もできるし、つまり彼らは、やつらは金儲けだけじゃなくて核武装ができる製造装置である原子力発電所を温存したいんですよ。核武装を常にずっと作っておきたいっていうことが目的なんですよ。それはまあ彼らだけじゃなくて、アメリカ軍とかその上の支配層と呼ばれてる連中が支持してると思うんですけど、これは私にはわからないですけど、じゃないとこんな危険なものを、危険な放射能を漏れたらもうそこに住めない。下手したらあれ、原子炉1個全部核分裂反応の放射能が漏れたら日本列島全部住めないらしいですよ。人が住めなくなりますよ。農産物作れないんですよ。他の国に行かなきゃいけないし、まあ他の国にも汚染されますからね。この前の福島第一原発の爆発事故は 2% しか漏れてなくて、あれだけ何万人の人が犠牲者になって、おそらくまあ国は隠蔽してるでしょうけど、亡くなってる人って何万人もいるんじゃないですか。で、甲状腺がんにかかる子供たちが今後何万人も増えるって言われてますよ。まだ12年しか経ってないけど、50年以内に20万人の人ががんにかかるっていう統計も出てますからね。日本の学者とか政治家は隠すから、フランスとかドイツとかアメリカの学者の発表した論文を見たらそういうふうに書いてあるらしいです。我々は知らないだけで、メディアが一切報道しないから、数字をごまかすからわからないけど、実際もう甲状腺がんにかかってる子供たちとかいますよ。で、基準値を勝手に上げてるから、小出さんも言ってたけど、数字を、基準値をあいつらってすぐ上げるんですよね。自分たちの都合のいいように大丈夫ですよ、原発は危険だって前言ってたけど、今放射能は安全ですとか言ってる。放射能は大したことありませんって言ってるやつもいるしね。で、子供たちが一番成長期だから、年配の人たちよりは
まあ、要は細胞分裂したりとか新陳代謝活発だから放射線を浴びたら病気になりやすいんですよ。だから子供たちが常に犠牲になってるっていう、まあ一緒ですけど似てますよね。にも因果関係不明で逃げるでしょあいつらは。で放射能を浴びても目に見えないから内部被曝は測りようがないらしいんですよね。外部はガイガーカウンター等で測れるけどベータ線ガンマ線とかを、内部被曝も中に入っちゃったらもうなんかわからないみたいなことは言ってたけど、でそれでごまかすんですよ。で甲状腺がになっても認めないんですよね。なぜならば保証しなきゃいけないから。だからバカなことをやってで、はい、病気になりました。放射能を浴びました。打って、はい、副反応出ました。で、病気になったり亡くなったりするわけですよ。だけど国は保証しないんですよ。ごく限られた人しか保証しないんですよね。だったら最初からやるなよって話よ。最初からやるなよ。打つなよ。原子力発電所をやめろよって話なんですよ。で、アメリカ軍とか、その上の支配層に指示はされてるから、やむを得ず、まあ、やってると思うんですよ。おかしいことだらけ。放射能、原発に限らずね、世の中はおかしいことだらけですよね。で、あとやっぱりこう根性が腐ってるっていうところで言うと、やっぱり原発は安全です、安全神話があって、放射能が漏れたら大変だけど漏れないようにきちっと対策してますから大丈夫ですって言ってるでしょ。大丈夫だったら都市部に作れよ。東京湾と名古屋とあと大阪湾に作ればいいじゃないですか。わざわざ福島とか新潟とかそこから電線を引っ張ってきてるわけでしょ。そんな効率の悪いことをするんだったら東京湾に作ったらいいじゃないですか。なんで作らないんですか。危険を承知でやってるからでしょ。危険だって分かってるから東京湾には作らないんでしょ。バカバカしいよ。根性腐ってるでしょ原発村のやつらは。何を偉そうに言ってんだよ。地震が今後マグニチュード7以上の地震がここ50年で絶対何回か起きるはずなんですよ。群発地震の今100年から200年おきに群発地震のサイクルに今入ってるらしいんですよ。だからあと50年ぐらい続くらしいです。まあ、人工地震っていう説もまああるんだけどね。まあいずれにしても地震が起きるのになんで50機もほったらかしにしてんのっていうのと、あと核廃棄物、核廃棄物もまた厄介で、プールに今沈めてるんですけど、これ核放射能、放射線は人間は除去できないんですよね。だから格納庫に入れてるんですけど、それがいっぱいいっぱいになるから、例えば青森県の六ヶ所村とか鹿児島県の大隅半島とかね、まあ要は過疎地ですよね。過疎地に持って行って処分する、処分っていうか、まあ格納する、コンクリートの中に、あるいは水でつけてコンクリートの壁を作って格納するっていう。だからそれがどんどん増えていくわけですよね。核廃棄物が原発を運転すればするほど増えていくんですよ。じゃあ放射能、放射線って何百年何千年何万年で出続けるやつは出続けるんですよ。こんなバカな話ないんじゃない。これを知っていてやってるわけでしょ。どんどん増えていくっていう。で宇宙に捨ててもっていう話もあるんだけど、ロケットがもし落ちたらどうすんの、まあ、昔スペースシャトル事故が起きたりとかしてますよね。ロケットって結構落ちてますよね。そう、落ちて爆発して大気中に成層圏にばらまいたらどうなるの。世界中の、地球上の世界中の人たちに、生物に迷惑をかけますよ。もう日本相手にされませんよ。北朝鮮以上に相手にされないです。まあ、北朝鮮より僕は怖い国だと思ってますけど、北朝鮮ってあれはメディアで煽ってるだけで、実は日本よりマシなんじゃないかなって僕は思ってますけど、日本ほど怖い国はないと思ってますから。当たり前でしょ。だってこんな岩盤の上ですよ。大陸プレート、プレートテクトニクスっていう、地球は岩盤が4つ5つ岩盤があるんですよね。だ太平洋、北アメリカプレートとユーラシア大陸のプレートがひしめき合ってるところが日本列島がちょうどその真上にあるんですよ。
だ富士山が昔は噴火したりとか、なんか伊豆半島が動いてきてくっついてたとかね、なんかそういうのがあって地震が起きるんですよ。南海トラフがやばいっていう話で、浜岡原発とかやばいと思いますよ。九州もまあ最近地震が起きてますけどね。まあ、九州もあの佐賀県の玄海原発が地震か何か故障で放射能漏れを起こしたら九州全滅しますからね。やばいっすよね、もう本当に。だから田舎に作っといて放射能漏れても都市部は自分たちは大丈夫で、で自分たちは電気を使ってるわけですよ。その田舎で作った原発で作った電気を都会で使ってるわけですよ。で漏れたらまあ影響がない、多少まあ影響があるんだけど、東京とかもね影響が出ないでしょ。で過疎地の人たちは追いやられるわけですよ。17平方キロメートル の、 あの福島第一原発の周りの住民は4000人追い出されてるんですよ。まあお金を払って国が買い取ったりとか、30年間帰れないので30年間レンタルで貸したりとかね、お金をまあ払って、それもまあ税金ですけど、その住民たちは避難せざるを得ないんで、まあ追い出されてるわけですよね。むちゃくちゃですよ。自分たちの住んでる先祖代々ずっと住んでる人もいるでしょうよね、人たちを追い払うんですよ。まあ放射能があるから危険だから出ざるを得ないんだけど、ひどい話ですよね。で自分たちはノーノーとしてるんですよ。で裁かれない。で一番最低なのは、事故を起こしてもその推進している学者とか政治家とかメディアとか一切裁かれないっていうのが一番腹立ちますね。もう根性腐ってるでしょ。だからそいつらがのさばるんですよ。で壊れてもゼネコンが工事で儲かるでしょ。どっちに転んでも儲かるんですよ。うまくいったらどんどん推進してどんどん作って、まあ、国民反対してもどんどん作っていって、で儲かるでしょ。で壊れても、まあ、稼働率はかなり落ちるけど、壊れてもその復旧工事でまた儲かるんですよ。スクラップ&ビルドですよ。ゼネコン大企業、儲かるやつらは儲かるんですよ。だから原発村のやつらって最低なんですよ。根性がもう腐ってますね。まあ人類最大の、まあ、過ちですよね。最低ですよ、もう本当に本当に最低ですよ。どうしようもない原発村、まあ今後も注目していきますけど、まあ大体海洋放出して、だって原子炉に直接触れた水ですよ、汚泥水ですよ。それを処理、アルプス処理っていうものでなんか処理したとはいえ、放射性物質いっぱいまだ残ってますからね。それを流してますからね、今もうわざとやってるとしか思えないですけどね、なんかの目論み理由でね。絶対おかしいですよ。まあ原発だけに限らないですけどね、医療マフィア、原発マフィア、いろんなマフィアがいますけどね、彼らを裁いて逮捕して、まあ、死刑をして、まあ、貼り付けの刑に してもいいぐらいですよ。江戸時代だったらとんでもない奴らですよ、こいつらは。未だにやってますからね。未だに再稼働の声が止まないし、未だに新しい原発、新型の原発を作ったみたいですね。モジュール化とかね、ちょっと小型化してるらしいんですけど、もういい加減にやめろっつうの。てめえの家の横に原発を建てろじゃんっていう話ですよ。バカバカしいです。ということで終わります。ありがとうございました。